はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。これは中西のパカパカですね。パカ、あ、じゃあこうね、フィギュア土産ですね。ね、京都と高知参りましょうかね。ね、1個ずつ。はい、まあ京都から参りましょうかね。パカッとね、パカッ、はい、回ります。はい、行きます。はい、まだ何かを見てません。はい、で高知参ります。はい、はい、何でしょう。京都から見てまいりましょうかね。京都はな、あ、持ってるやつでした。茶道具、茶道具です。こういうね、こう持ってるんですよね、僕ね。ああ、でももう一個、じゃあ、開けよっか、京都。僕、京都かぶるわ。だって、京野菜3つありますからね。京野菜。もう、かぶるわ、京都。はい、パッカ。あ、ないよ。ああ、これ、あ、しゃい。これ、めっちゃ欲しかったやつだ。清水寺。これは嬉しいぞ。ああ、嬉しいな。高知何かな？高知は。あ、高知は、これ、なんていうの？なんていうやつですか？鉄道ホビートレイン。きよちゃん、これ。きよちゃん。清水寺。清水さんはね、778年に、できたんですね。西暦ね。で、今の建物は1633年で国宝になってる。清水の舞台ね。ありますね。ことわざですか？ヒノキの舞台。ヒノキ板。410枚以上のヒノキ板を使ってるっていうね。こう横っぺたがこういうことだよね。後ろっぺたこうですね。横っぺたこうですね。ここはすごいですね。ここがね、この支えてる、ね、この柱っていうんですか。ここ、僕一遍下降りてね、この下も見たことありますけど、すごいですね、これね。これ支えてる、これがね。うん、すごいわ。清水の舞台から飛び降りるっていうね、ありますね。能とかね、芸能を奉納されることがまあまああると。はい、やった、これ嬉しいわ。本当にこれは嬉しいね。次、なんだ、ホビーなんたらっていうね。 JR 予土線全線開通40周年と、宇和島駅、近長駅、開通100周年に合わせて、1914年に鉄道模型と走るアミューズメントトレインとして登場。へえ、鉄道模型と一緒に中に鉄道模型があるのか。ね。キハ32系か。2型。気動車を改造し、車内には鉄道模型を展示するショーケースや、記念撮影ができる転換座席が設置されている。へえ。まあ、新幹線に似てますね。ゼロ系新幹線のような外観だが、窪川宇和島間を約2時間かけてのんびりと走る。へえ、ゆっくりなんですね。のんびり屋さんなんですね。ディーゼルか。ディーゼルですね。日本一遅い新幹線とも言われてるみたいですね。ね。田舎を走る。こう、もう、これ写真見る限り、これ、車両はもうこれだけで走ってる。1両だけ。へいがうるさい。あ、そう、正面こうですね。ね、正面こうで。まあ、こっちは変わんないですね。さっきとね、こう、後ろっぺた。後ろっぺた、こういう感じで。はい。で、天井、こういう感じ。ね。ヘリがうるさい、ほんと。高知の土産、他にはこういう感じで。龍馬と高知城。よさこいで、サメかこい、クジラ、ニタリクジラ、播磨屋橋ね。で、カツオのたたきと、これなんだ、カツオニャンコ、カツオニャンコね。名前は素敵な名前ですね。カツオニャンコ、カツオのたたき欲しいな。うん、あと高知城もいいかな。うん、播磨屋橋もいいな。よさこいも欲しいな。うん、全部欲しいわ。あ、清水寺、あ、たたた、清水寺もいいですね。ね。これ、こっち、こうしよっか。こういう感じで、はい。手に入れました。はい。
待ちことで、はい、この清水寺は本当に嬉しいね。この電車もいいですけどね、可愛らしいですねこの電車ね、うん、鉄道模型がこの中にあるっていうね、うん、待ちことで、待ち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 、まあ、じゃあ、はい。